とこと聖霊との御名によりてアメン。愛する兄弟の皆さん、8月の15日はマリア様の飛翔天であり、8月の22日は聖伝によればマリア様の汚れなき御心の大祝日であって、日本の第一の主要の守護の聖人であり、またこの私たちの巡回教会もマリア様の汚れなき御心に避けられた教会であります。そして、今日はその8月の初土曜日ですから、マリア様の汚れなき御心、マリア様の御心にどれだけ成長が満ち満ち溢れていたのかということを黙想することにいたしましょう。そしてマリア様の汚れなき御心のその成長の満ち溢れの その偉大さを黙想しつつ、来たる飛翔天、そして聖母の汚れなき御心の祝日を準備することにいたしましょう。そして今日このミサをその準備の最初として捧げることにいたしましょう。ですからこの黙想のポイントは、一つはマリア様にはまず罪がなかった、これはどういうことか。そしてマリア様はどのようにして、聖聖の恩寵を高め敬していったのか、そして最後に私たちはそのようなマリア様に対してどのような信心をするべきか、決心を立てることにいたしましょう。皆さんもご存知の通り、私たちにとって洗礼を受けるということは聖聖の恩寵の第一のスタートポイントです。そして洗礼を受けることによって私たちは、天主様がもともと私たちにくださろうとしたご計画であった、そしてそれを望んでおられた聖聖の恩寵、天使様の命を私たちが回復することができるようになります。現在が許され、そして天使の命に再び、生きることができるようになります。ですから私たちは肉体的に生まれた後に霊的に水と霊によってもう一度生まれ直さなければなりません。霊と水によって生まれないものは天の国には入れないとイエス様がおっしゃった、その通りです。私たちにとってそれは洗礼の儀式を通してなされますが、マリア様は唯一例外でありました。マリア様は天主御父がすでに御子を、天主御父の最も愛する天使御子を その方に委ねるべく、その御母となるべく、そして、聖霊の神殿となるべく特別の準備をして、特別の恩寵で現在の一つの汚れもなく、マリア様の聖アンナ様の体内に宿る特権を受けた方であるからです。現在の汚れのない受胎をなさった方であるからです。これにはいろいろな理由があります。マリア様が現在の汚れを特別に免れたということは、イエス様の住まうべきその天主の聖聖と会う方でなければならなかった。天主の聖聖がそれを、無限の聖聖がそれを要求したもとことも一つの理由ですが、イエス様の御墓に対する特別の愛、無限の愛とイエス様の全能がそれをさせたのも、もう一つの理由です。またイエス様がこの世に来られたその理由というのも、私たちの罪の支配からの解放ですから、マリア様がまずその罪の支配下に
人たりとも一瞬たりとも、あってはならない、ならなかった。その解放の目的を最初からつまずかすわけにはいけなかったというのも理由です。そして教皇ピオ9世はその無限在の御宿りのドグマを制定する前に全世界の司教枢機卿たちに書簡を当てて委員会を作り、そしてマリア様の無限在の御宿りをドグマにすることについてどうするか、どう思うかという意見を求めました。答えを出した司教は626名でした。そのうちマリア様の無限在の御宿りの教義に反対する司教答えは4つでした。そのうちこの4つは1つになります。そしてほぼ満場一致でこのドグマをするべきだ、昔から伝えられたこの、今まではこれを信じるか信じないかは自由であったけれども、これは、人たちから伝えられた真理であるから、これを必ず信ずるべきドグマとして公表しなければならないという絶対多数のほぼ全員の意見がそうであり、そして53名の枢機卿の前、そして143名の全世界の司教たちの前に、ピオ9世教皇様がマリア様が無限在の御宿りをなさった、現在の汚れなくマリア様は御母聖アンナ様の体内に宿ったということを、これをドグマとして全ての信徒が信じなければならないものとして、人たちから伝えられた真理、掲示された真理として公表しました。そしてその4年後1858年、ルルドでマリア様はベルナデッタに現れて、そしてゲソイエラーイマクラーダコンセプチュー、私は実に無限在の御宿りであるとご自分の名前を明かされました。ところでマリア様の無限在、マリア様が無限在で宿られたということは、単なる現在のために私たちに生成の恩寵が与えられなかった、私たちが罰を下され、私たちは罰を下されたんだけども、その罰がただ免除されただけではありません。それよりももっと肯定的な偉大なものが与えられました。マリア様にとって現在が免除されたというのは反面であって、そのもう反面は、天使御父はそのマリア様に旧約時代の全ての預言者を司祭、そして義人大僧たちが向けた全てのものを合わせてもさらに超えるようなもの、すごい、今までかつて義人たちが受けたことがなかったような、それを全て合わせてもまだ足りないようなものすごいお恵みを、聖聖のお恵みを来たる御子の母として準備するためにマリア様に全てを与えたのでした。天主御子もご自分の御母を愛する、その崇敬する愛、その敬愛の愛を込めてマリア様に全ての恩寵を、成長を与え尽くそうと思いました。聖霊もその神殿として、その上拝としてマリア様にそのご自分の持てる聖聖の一日をマリア様に与えようとしました。その最初の無限在の御宿りの瞬間からマリア様はとてつもない、私たちが今まで想像したこともなかったような、夢にも思ったことがなかったような、はるかに
私たちの知性の把握を超えるような巨大なお恵みの太陽のようなお恵みをいただいたのでした。マリア様、お恵みのその多さはもう私たちはその最初の瞬間から想像を超えています。つい今週この日本に来る前に私はフィリピンで子供たちの公共料理を教えるためにパラワンという田舎に島に行く機会がありました。行かなければなりませんでした。そして公共料理を教える子どもたち、人たちとカテキスタを数名フィリピンの方を連れて行ったのですけど、少しミサが午前中のミサがちょっと11時40分からということで、朝少し時間があるからと言って数時間、それはその村はプラクは海の前にした川に面したところにある集落なんですけども、そこから小さなボートバンカーというんですが、それに乗せてもらってその向こうにある島の方まで行きました。30分ぐらい行くんですが、するとその島に近づくともう海が非常に綺麗で澄んでいて透明で、もうそこが見えるんです。何かプールの深いプールの上を船が寄ってる代わりで、そしてもう魚も見えるし、して波はほとんどないし、もうガラスのようについていて、そしてもう底が見えてる青い澄んだ綺麗な海、そしてその向かいの島にちょっとした白い砂浜があって、そこには人がもう何ヶ月も産んだことがなかったと思うんですけども、白いその砂は波にこう守れて、いつも回っているので、私たちが上陸すると とてもソフトで、こうなんていうんでしょうか、足を踏むとブク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 っと泡を立てて、こう海の水の中にある砂でもスポンジのように柔らかくて、誰も踏んだことがないような泡が出るようなところで、そして綺麗に澄んでいて、そんな綺麗な海を見ると、マリア様の御心、マリア様の受けた成長を何か想像できるような感じがします。マリア様が最初の無限大の御宿りの受けた瞬間、その綺麗な澄んだ海がこの地球上の全ての海の底知れない綺麗な澄んだ太陽のお恵みの大海原を想像できるかもしれません。スルプリス、サンスーピスという有名な修道会がありますが、スーピス会の創立者であるオリエ神父様はこう言っています。この無限在の御宿りの瞬間に、天使は旧約時代すべての義人の霊魂たちが受けたすべての監督とすべてのお恵みをマリア様に与えた、集めて与えた。そしてこのオリエ神父様はマリア様の無限在の御宿りのその最初の瞬間から聖霊は最も完璧な、そして最も高貴な霊魂たちが今まで受けたことがなかったような、そして今後受けることがないような全てのお恵みをよりももっとさらに
注ぎ、注ぎ、マリア様の霊魂に注ぎ込み出したと言っています。第3のポイントは、マリア様は実は最初のこの無限在の御宿りのその瞬間、もう計り知れない大海原のようなお恵みに起きたのみならず、マリア様が成長するに従ってこの受けたお恵みをさらにますます増加させていったということです。皆さんもご存知のように、私たちが、生成の状態において何か愛の行いをすれば、イエス様のために小さな行いをすれば、それは無限の、孤独を積むことができます。価値を、孤独を積むことができます。そして、例えば昨日黙想した聖イグナチオのように、償いの、苦行、あるいは、国会、あるいは、ご生体配慮、あるいは、断食、大祭小祭、あるいは巡礼、あるいは愛のすべての行い、施し、お祈り、すべてによると、過去の大聖人たちがそうであったように、霊魂において聖聖はますます高められて増加して、そして、そしてそのイエス様が私たちにくださった お恵みに応えれば応えるほど、さらにさらに大きな聖徳を、愛徳を、成長を得ることができます。まさにマリア様もその最初の瞬間からますます全ての瞬間瞬間を使って大きくなっていきました。大きくしていきました。三位一体はマリア様の霊魂においていつも常駐しながら、いつもとどまりながら、マリア様の霊魂にますます多くの成長を与え続けてきました。マリア様はそれに対応して、それに応えて、ますます愛の行いをしていきました。もしも聖イグナチオス、聖イグナチオがそれだけの罪人から大聖人になったとしたら、マリア様の汚れなき御宿りからはどれほどの成長があったことでしょうか、増加があったことでしょうか。マリア様は聖典によれば3歳あるいは4歳の時に、アンナ様とヨアキム様 の手によって聖典に奉献させられされた。そしてマリア様は自ら、その聖殿、神殿の中で天主に祈り、自らを全く捧げたとあります。そしてその数年後、10年後、12年後、15歳あるいは16歳の時に、聖霊のお恵みの成長の面、ます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 の嫌ましを受けたマリア様は、聖ガブリエルからの挨拶を受けます。めでたし成長を満ち満てるマリア、主は御身と共にまします。マリア様の心はすべて天主様のためだけのものでした。マリア様の心は童貞の心であって、主の絵の愛しか知らない方でした。そしてマリア様はすでにその時に全てを天主様に捧げるはしためとして準備が出てきていました。はい、私を必要とするならばどうぞここにおります、主の使い目なり、我は主の使い目なり、仰せのごとく我になりかし。この愛の一言によって、もちろんマリア様はますます成長を嫌まし続けました。その瞬間、イエス様をマリア様のご体内に人となって住みたもおりました。もしもマリア様がその後にイエス様をお運びしてご体内に宿しながら、生けるご性質となって聖エリザベトを訪問したして、その聖エリザベトを
の体内にいた聖者聖ヨハネを挨拶の言葉を持って聖化したとすれば、その罪を許したとすれば、もしも、イエズス様、マリア様の体内に隠れたイエズス様の力がそれほどであれば、直接マリア様の中におられたイエズス様はどれほどの御力を持ってマリア様を聖化し続けたことでしょうか。マリア様はイエズス様をご降誕クリスマスの時にお産みになります。マリア様の御心にはご霊魂の中にはどれほどの成長と喜びと平和が癒まし続けたことでしょうか。マリア様はイエズ様をお連れしてエジプトに避難します。あるいはエジプトから戻ってナザレトに住みます。30年間ナザレトでのイエズ様との生活、イエズ様への愛の生活、あるいはイエズ様を12歳の時に神殿で探されたこと、福音書にはマリア様は全てこれらのことをその心に、汚れなき御心に留めて、そしてそのことを思い巡らしておられたとあります。そしてイエズ様の高生活、マリア様を離れての生活、あるいはイエズ様のご受難をご覧になるマリア様、過運悲しみの聖母、あるいはマリア様がその汚れない御心に差し支えられたその剣、どれほど御悲しみになられたことか、そのマリア様がそれまでにどれほどの苦毒を積まれたことか、 愛の行いをされたことか、私たちは口で言葉で表現するすべすでに能力を失っています。ちょうど私たちが言葉で説明するのはこの大宇宙の銀河系、あるいは全宇宙のなんとか星雲を私たちがロケットでこうトントン飛ばしてはやぶさ号でちょっと土を取って戻ってきて、はあすごいこんな土ができたというほどで、しかそれにもかかわらずもっとも深い神秘が、マリア様の神秘があって、もう言葉で私たちの表現できずに、マリア様に対して沈黙のうちに祈るしかないほどのすごいお恵みをマリア様はお持ちです。それを汚れなき御心に留めておりました。そして聖霊降臨、マリア様の受けたご聖霊配慮、おそらく聖ヨハネが捧げたミサからマリア様はご聖霊配慮したことでしょう。大聖人たちが聖霊配慮すれば、そのお恵みはすごいものを聖人たちは受けていました。マリア様の受けたご聖霊配慮一回一回はものすごいものだったに違いありません。一回一回がマリア様にとっておそらく脱婚状態を起こさせるような愛のご聖霊配慮だったに違いありません。一回一回のご聖霊配慮がますますのお恵みのあふれを引き起こしたに違いありません。そしてマリア様のご昇天、イエス様を愛するがあまりこの肉体は霊魂をそのままに留めておくことができなかった飛昇天、そのようなマリア様はその汚れなき御心を持って私たちを、天使を愛し私たちを愛しておられます。そして天使の恥じためとして、また私たちに対する母として私たちに善を施そうと思っておられます。まさにマリア様にこそ私たちの救いであって、私たちの慰めであって、私たちの避難所であります。マリア様の汚れなき御心こそが私たちを天国に導く道となるものです。ちょうどこのような
牧草をすると、私たちは一体どのような戦前の決心を立てなければならないでしょうか。まずマリア様のその汚れなき御心に浮かれたその、生成の満ち溢れのその、私たちの言葉に言うことができない、その言葉をはるかに超えるその私にとってはもう無限のように思えるさえ思える、マリア様の素晴らしさ、成長の満ち溢れを、その汚れなき御心を賛美することにいたしましょう。そして、マリア様の汚れなき御心に対して、特別の信心を持つことにいたしましょう。そしてマリア様の汚れなき御心を慰めすることにいたしましょう。第2回目のファチマでのご出現の時に、6月の13日にマリア様はシスター、ごめんなさい、3人の子供にルチア、ジャシンタ、フランシスコたちに現れてこう言いました。イエズス様はこの世に私の汚れなき御心への信心を確立することを望んでおられます。私はその信心を受け入れる全ての人々に救いを約束します。そしてこれらの霊魂たちに、霊魂たちは天使によって愛され、そして私自身によって天主の玉座を飾る花として天主に捧げられるということを約束します。特にシスタールチアには、私はあなたを、シスタールチアと私たち、ルチアを通して私たちに、私はあなたを離れ、決して離れません。私の汚れなき御心はあなたの避難所となり、天主にへとあなたを導く道となることでしょう。 Dearest brother, I just propose to meditate Immaculata to Mary. I propose to meditate three points. First is for she was conceived without original sin. But not only she was conceived, the punishment of the deprivation of the state of grace, the life of God, but she had positively received all the graces which God bestowed ever to the just of all Testament, all the prophets, kings, the priests, and the patriarchs received, put together, is not enough to compare all the graces already received the moment of Immaculate Conception. Not only this, from the moment of Immaculate Conception, Our Lady increased the sanctifying grace. You see, the Saint Ignatius was converted, sinful man, converted and became a great saint and established a holy religious order who would be the one of the greatest achievement to save souls, to protect Catholic Church, the Society of Jesus. But if Saint Ignatius could increase by the acts of charity and all, by increase of the sanctifying grace, achieve such a great work of God, how much more the rapidity of the immensity of the increase of the sanctifying grace of Our Lady. Each and every moment of her life, every act she made with full love of God increased tremendously, immensely the graces which Our Lady received from the very beginning. If we speak about the fullness of the plenitude of grace of Our Lady, we are now talking about abyss, the depth of the greatest ocean,
thousands deep ocean on which we don't know the bottom. Father Aurier, the founder of Saint Sulpice, said, in the moment of Immaculate Conception, God united and bestowed in her all the perfections God had given to all the just souls of the ancient law. From the very moment of Mary's conception, Holy Ghost poured out on her more graces than all the most perfect and the most eminent souls together ever possessed or will possess. And Our Lady increased the moment, this sanctifying grace every moment. 3 years old, Our Lady presented herself to the temple and gave herself totally to service of God. 15 or 16 years old, she had the Annunciation. Behold, handmaid of the Lord, be done to me according to the word. Hail, full of grace. Visitation, carrying our Lord Jesus Christ, Our Lady sanctifies the Saint John the Baptist by her salutation. Nativity, flight to Egypt, the 30 years of private life with our Lord Jesus Christ in Nazareth, loss of Jesus in temple, and the departure of Jesus to the public life, and the passion of our Lord Jesus Christ, Martyr Dolorosa. All this increase of graces and the plenitude of grace, now we lost. Our words fail to describe. Our words betrayed. It is beyond our capacity how Our Lady graces was. Our Lady's plenitude of grace was just to be prayed in silence and just in contemplation and beyond our dream and imagination. And this heart received, the Immaculate Heart of Mary received afterwards plenty of the Holy Ghost, the Pentecost, and through her given the gift of the Holy Ghost given to the apostles. And she received Holy Communion from the hands of St. John. If one Holy Communion sanctifies all other saints of New Testament so greatly, how much more the Holy Communions of Our Lady, each, every Holy Communion, and Our Lady's Assumption. Our Lady really loves us with the plenitude of love of God and of us. And she wants to be the servant of God and mother for us. She's really our salvation and our consolation and our refuge. As a conclusion, let us go to the Immaculate Heart of Mary and admire her beauty, the plenitude of grace. And let us ask her that she will be always at our as a consolation and refuge. And she is not loved. She is not known. Let us console Our Lady and let us love her. Let us prepare ourselves for the Feast of Assumption in the Immaculate Heart of Mary. 父と子と聖霊との御名によって、アーメン。